計画通り、霊夢もマリサも、来ていませんね。今頃風邪で、ダウンしている頃でしょう。霊夢とマリサには、申し訳ありませんが。これも、ラルさんと二人きりで、座談会をするためなのです。おおほっほっほ。霊夢、マリサ、許してくださいね。さて、そろそろラルさんが、見える頃です。サナエちゃん、こんちはっす。こんにちは、ラルさん。今日は、時間通りですのね。楽しみにしていた、座談会っすからね。遅れるわけには、いかないっすよ。私も、とても楽しみにしていましたの。それではラルさん、始めていきましょう。え、サナエちゃん、まだ全員揃ってないっすよ。おおほっほっほ。ラルさん、霊夢とマリサは、風邪でお休みなんですの。霊夢ちゃんと、マリサちゃんなら、さっき、玄関で一緒になったっすよ。え、玄関で、一緒に、なった？そうっす。すぐに霊夢ちゃんと、マリサちゃんってわかったっすよ。もう挨拶は、済ませたっす。それで、霊夢とマリサは、今どこに？トイレに寄ってから来るって、言ってたっすよ。そろそろ、来るんじゃないっすか？どうもー。いやー今日は、天気が良くてよかったですねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。天気がいいと、なぜかこたつに入りたくなりますねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。おっとー、こんなところにこたつがー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。こたつに入ると、出たくなくなりますねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。なんか、漫才みたいっすね。いつもこうなんすか、霊夢ちゃんとマリサちゃんは。今日は、特別なんだよ。マリサ。そうなのぜ、霊夢。サナエの背中を描くために、やってるんだよ。マリサ。そうなのぜ、霊夢。って、霊夢、もういいのぜ。え、もういいの？まだ背中描いてないよ。二人とも、面白いっすね。ねえ、サナエちゃん。ちゃん。サナエど、のぜ？サナエ、背中、いいの？サナ、ちゃん。サナエちゃん。サナエちゃん、大丈夫っすか？はれ、わだぐじとじだごとが、おぼっぽっぽ。よう、サナエ、久しぶりなのぜ。サナエ、久しぶり。お二人は、なぜここに？座談会だからなのぜ。なのぜ、なのぜ。いえ、だからその、風邪をひいて休んだのでは？俺と霊夢は、風邪をひかなかったのぜ。そうそう、ひかなかったの。なんとかは、風邪をひかないと言うんでしたね。私としたことが、迂闊でした。サナエちゃん、そんな端っこにいないで。僕の隣に来るっすよ。そうそう、角に背中こすりつけてないで、あたしが書いてあげるよ。私としたことが、ラルさんも来られているのに。サナエ、背中書いてあげるよ。かゆくありません。霊夢が、背中を書きたがるのは、マリサ、あなた、私の、を書いたのですね。ラルさん、ラルさんは、どうやって、サナエと出会ったのぜ？僕が軍に、入隊した時に、サナエちゃんと、出会ったんす。あ、軍っていうのは、ジオン軍のことっす。僕がジオン軍だと、まずいっすかね？全然大丈夫だよ。あたしも、ザクに乗ったことあるもん。そうなんすか？よかったっす。サナエ、いつまでも暗い顔してないで。座談会、始めようぜ。そうっすよ。僕は、サナエちゃんの笑顔が、一番好きなんすから。ラルさん。霊夢やマリサの前で、好きだなんて。え、僕は、サナエちゃんの笑顔が、好きって言ったんすよ。こりゃ、サナエのやつ、完全にイカれてるのぜ。サナエ、壊れたの？いやー霊夢、後で詳しく教えてやるのぜ。うん、教えてね。サナエちゃん、しっかりするっすよ。私としたことが、おおほっほっほ。やっと、正気に戻ったのぜ。戻った戻った。よかったっす。
と、まずは、何でしたっけ？いつものように、タイトルコールなのぜ。そうでしたね。でもその前に、こんにちはサナエです。こんにちは霊夢です。こんにちはマリサなのぜ。こんにちは走るバッフ。仕方ありませんね。4人で座談会を開きましょう。開こう開こう。霊夢とマリサは、タイトルコールについて来てくださいね。おう、打ち合わせがないのはきついのぜ。今まで、打ち合わせがあったの？ラルさんも、よろしいですね。いつでもオッケーっす。さあ皆さん、タイトルコールですよ。せーの。祝、全動画再生数、10万回突破記念。および、チャンネル登録者、500人突破記念。もう一声。やっぱり、女性視聴者、10% 突破記念。あら、霊夢とマリサは、まあ今回はいいでしょう。霊夢の気持ちがわかったのぜ。何の話っすか？わかってくれたの？さあ、どんどん進めていきますよ。今回のお題は3つ。1つ目のお題は、Sサバジオン軍の機体紹介。2つ目のお題は、Fジオン編誕生の秘密。3つ目のお題は、ラルさんへの手紙、となっております。内容を知らない座談会は、新鮮なのぜ。新鮮。僕の知らないお題も、あるっすね。そうなんですの。ラルさんへの、サプライズなんですもの。そうなんすか？楽しみっすね。それでは、一つ目のお題、Sサバジオン軍の、機体説明に入りましょう。Sサバジオン軍の、機体説明は、霊夢、いつものようにお願いしますね。オッケー、了解だよ。じゃあ、早速移動するのぜ。着きました。こちらが、Sサバジオンになります。わあ、僕の使ってる機体とは、大違いっすね。Sサバジオンは、ガンオンを初めて、最初に作ったキャラなのぜ。一番長く使ってるキャラだから、機体もいろいろあるんだよ。じゃあ、もともとは、ジオン出身なんすね。私から、説明いたしましょう。フレから誘われた都合で、ジオンから始めたのですが、後に、連邦メインになっていきます。Sジオンは、4キャラのうち、最も因率の低いキャラではありますが、最も機体の揃っている、キャラでもあり、密かに、楽しんでいるのぜ。その通りなのです。では霊夢、機体説明をお願いしますね。了解。では、最初に、先行量産型ゲルググからだよ。フルメカチケ強化だから、レベルは、36と低いけど、ブーストチャージと、緊急気筒性能を、未強化とすることで、他は、そこそこの強化ができてるんだよ。おかげでうまく使えば、しっかりキルの取れる機体になったんだよ。ゲルググかー、いいっすね。サナエが、デラックス画書で当てたのぜ。銀図ですが、楽しんでいただけているようで、よかったです。今回は、尺の都合で、武器の紹介はカットいたします。そうなんすか？はい、ラルさん、申し訳ありません。では、次の機体説明に行くのぜ。次はグフカスタムだよ。半ば諦めていた時に、手に入った金図のグフカスになります。弱体化の上、瞬間火力の低い機体だから、使い方が難しいけど、ライトアーマーと同じような使い方をすると、すごく楽しい機体だよ。機体強化途中ながら、レベル49と、霊夢の持っている機体の中では、いいレベルなのぜ。僕もレンタル機で、使ったっすけど、ザクとは違うっすね、ザクとは。次は、ザク 2F 型だよ。F 型はいろいろあるけど、これは強襲タイプなのぜ。結構長く、愛用している機体だけど、コスト以上の働きをする、両機体だよね。今なら、エクストラガシャで手に入るのぜ。
ラルさんも、手に入れてみては？そうっすね。いずれ使ってみたいっす。次はザクワンだよ。コスト調整のために、新しく作ってみました。全くのみ強化だけど、スプシュのショットガン持ちで、左官戦場でも、普通にキルが取れてしまう機体だよ。スプシュのレベルを上げて、機体強化したら、恐ろしい機体になるのぜ。僕のザクワンとは、武器が違うっすね、武器が。続いて、その他の、代表的な機体を紹介します。まずは、キャンだよ。足回りのいい、とても使いやすい機体だね。だけど霊夢には、うまく使いこなせないのぜ。主に、敵を追い返すのに使っています。霊夢ちゃん、いろんな武器を使ってみることを、おすすめするっすよ。そうだね。はい、霊夢には、いろいろな武器を使わせることにいたします。次は、ドムキャノン、副砲装備だよ。ザクタンクよりも速いから、初動の防衛で活躍してるよ。迫撃機砲の発射間隔が短いから、意外とキルを取りやすいのぜ。はい、次へ行きましょう。早いっすね。次は、アクトザクだよ。コストが高すぎて、使う場面が少ないんだよ。ザクワンがあるから、今後は、積極的に使っていきたいのぜ。そうっすね。せっかくのアクトが、もったいないっすよ。はい、お次の機体は。ザク 2F2 だよ。この機体は、地上よりも、宇宙で活躍しています。そもそも霊夢は、銃撃が苦手だから、地上では、あまり使わないのぜ。そうなんすか？僕も得意とは言えないけど、結構キル取れてるっすよ。使い慣れると、銃撃も楽しいもんすよ。そうなんだ。はいはい、次の機体へ行きますよ。次は、ザクワーカーだよ。支援機は、これ一機しか持ってないんだよ。主に、チャレンジ消火用に使ってます。ということで、次なんだろ、サナエ。よくお分かりです。入る隙がないっす。次はザクタンクだよ。この機体も、コスト調整用に、最近作ったのぜ。意外にも、連撃できるので、びっくりしたんだよ。僕の持っている機体の中では、主力機っすよ。そうなんだ。はい、次で、最後の機体になります。次は、ザクワンスナイパータイプだよ。この機体も、最近作ったばかりの機体で、強化は、これからなのぜ。S 字では、最近まで、砂を持ってなかったんだよ。どうせ、地雷しかまかないのぜ。最近は、ちゃんと練習してるもん。それにしても霊夢ちゃんは、いろんな機体持ってるっすね。全部、サナエが用意してくれたんだよ。あら、霊夢、たまにはいいこと言うじゃないの。では、こたつ部屋に戻りましょう。ただーい、マット。ラルさんの、機体説明はやらないの？機体説明しても、いいんすけど。僕は、初期機体と、撮影イベント用に、新兵報酬でもらった、グフカスのレンタル機と、FS しか、持ってないんすよ。設計図としては、その他の機体も持ってるっすけどね。ラルさんは、霊夢とは違って、何事も徹底してるんですの、おうほっほっほ。霊夢、言われてるのぜ。サナエに褒められちゃった。褒めてないですよ。そうなの？皆さん面白いっすね。それでは、そろそろ二つ目のお題に進みましょう。二つ目のお題は、F字音編誕生の秘密になります。つまり、僕が採用されたきっかけっすね。少し違いますが、まあそう言えなくもないでしょう。興味津々なのぜ。しん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 。霊夢もマリサも、第1回目、第2回目の座談会は、覚えていますね。もちろんなのぜ。再生数を、伸ばすために、ガンダムオンライン以外のゲームも、うぷしようか迷ってたんだよね。その通りです。そして、その頃から、女性視聴者が、1%、2% と、増
増えてきたのです。うぷ主は考えました。女性視聴者の方々を、もっと増やす方法はないものかと。そうか、それでラルさんの採用となったんだね。そうなのです。イケメンイケメン。でも、僕が採用されたことで、女性視聴者の方は、増えたんすか？こちらでは、数字しかわからないのですが、FG 音編が始まってから、明らかに、女性視聴者の方が増えてきています。これもすべて、ラルさんのおかげです。わあなんだか、恥ずかしいっすね。ケツの穴が、ムズがゆくなったっすよ。まあラルさんたら、お下品ですよ。あたしが書いてあげるよ。黙らっしゃい霊夢。はい、黙ります。おほん、何の話でしたかしら。女性視聴者の方が、増えたって話だったのぜ。はい、そうでしたわね。現在、視聴者全体の 15% ほどが女性視聴者となっております。確かに増えてるっすね。嬉しい限りっすよ。ちなみに、全動画再生数は14万回を超え、チャンネル登録者は580人を超えております。前回の座談会から随分増えているのぜ。これもすべて、皆さんのおかげです。いやー座談会っていいっすね。ラルさんに喜んでいただけて、よかったです。よかったよかった。それでは、次のお題に進みましょう。三つ目のお題は、ラルさんへの手紙、になります。おー、ラブレターなのぜ。ラブレターラブレター。お二方とも、何を言ってるんですの？全然違うんですのよ。おーほっほっほ。なんだー、違うんすか？ラルさんまで、おーほっほっほ。軍に届いた、ラルさんへの手紙を、預かっているんですの。軍に、僕宛ての手紙が、届いてたんすか？はい、そうなんですの。誰からの手紙なのぜ？気になる気になる。僕に手紙なんて、珍しいっすね。しかも、今時珍しく、紙のお手紙に手書きなんですのよ。かなり古風な人からの手紙なのぜ。なんて書いてあるの？このお手紙、私が読んで差し上げてもよろしいかしら？オッケーっす。さなえちゃんよろしくっす。承知いたしました。では、読み上げますね。前略。ラルよ、元気にしているか？最後に会ってから、早3年。軍で、テストパイロットをしていたお前が、風の噂に、正規パイロットになったと聞きました。ねえねえラルさん、誰からのお手紙？全然わからないっす。何にでも挑戦していく、お前のことだから。今さら止めても無駄なのは、私が一番よく知っている。だがラルよ、絶対死ぬなよ。一体誰なのぜ？ねえサナエ、誰からのお手紙？私は今、ベルファストに安住の地を求めた。そう、ここに、幸せを感じるのだ。って、もうこんな堅苦しい手紙は、やめよう。いやー弟よ、元気にしてるか？お兄さん。ベルファストで撃墜された時には、死を覚悟したよ。兄貴、やっぱり生きてたんすね。そうなんです。よかったですねラルさん。必死に逃げて、泳いだんだ。そう、200キロくらい泳いだかな。いや、200メートルくらいだったかもしれん。私は、泳ぎが苦手だからな。とにかく、泳いで泳いで、陸地を目指したのさ。やっと上陸し、無人と思われる家を見つけて、逃げ込んだんだ。しかし、不覚にも、そこで気絶してしまったのさ。気がついてみると、小さな男の子と女の子が、看病してくれていたんだ。どうやら、その子たちの家に、逃げ込んだらしい。なんでも、お姉ちゃんを待ってるんだけど、もう何日も、帰ってこないって言うんだな。今は、お礼と療養を兼ねて、その子たちの家に、厄介になっているのさ。しかし、この子たち、全然懐かないんだよ。よほど、しっかりしたお姉ちゃんに、育てられたんだろうね。だから弟よ、私のことは心配いらない。お前は、お前の信じる道を、進んでいってくれ。
警部。お手紙は、以上になります。兄貴が、生きてるってわかっただけでも、嬉しいっす。お兄さんは、ベルファストにいるみたいなのぜ。今の、お兄さんからのお手紙だったの？そうですよ、霊夢。ラルさんのお兄さんは、ずっと行方不明だったのです。そうだったんだ。途中、わけもわからず、一緒に感動しちゃったのぜ。しちゃったしちゃった。お兄さんは、知らない子たちと、一緒に住んでるんだね。兄貴らしいというか。多分、その子たちのお姉ちゃんが戻るまで、一緒にいるっすね。もし、戻らなかったら。その時は、身寄りがなければ、引き取ると思うっす。兄貴には、そういうところがあるんすよ。よかった。その子たちも安心だね。霊夢らしいのぜ。霊夢のいいところですね。さて、座談会のお題は、すべて終了しました。とっても良かったっすよ。次回の座談会にも、呼んでほしいっす。霊夢ちゃんとマリサちゃんには、それ以外でも会いたいっすね。それはどうでしょう。霊夢とマリサは、とっても忙しいですから。ラルさんとだったら、いつでも会えるのぜ。そうそう、いつでも暇だよ。じゃあサナエちゃん、セッティングよろしくっす。そうですね。いずれ、そのうち、いつかは、気が向いたら、セッティングをしないでもないでしょう。要するにラルさん、近々会えるってことなのぜ。そうそう、近々ね。霊夢、マリサ、何を勝手なことを。それじゃあ楽しみっすね。ラルさんまで。それでは皆さん、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。